今回は東工大院士の解説を始めます。今回は電磁極の問題で、物質の光学的性質を微子的な観点から考えよう。電磁波が物質を透過するとき、電磁波は物質内の電子と相互作用し、電子状態を反映した微子的な電気分極を生成する。この電気分極による物質特有の光学的性質が現れると考えられる。ここで電子に対する運動方程式はこのように表されるとする。では文字がいろいろ与えられてまして、で電波ってのがこのように、でその時の電子の変異がこのように表されるとする。で1番が運動方程式の左辺第2項および第3項の微子的な起源を説明せよってことで、第2項についてはドルーデの模型があったと思うんですけど、これは単位時間あたりの散乱確率 τ/1、 これによって電子が散乱される衝突項を表します。で第3項については、まあ、なんかバネットとかでこの mω0 の事情が K とか表されると思うんですけど、これってのは電子に働く復元力、まあ、中心力によって調和振動することを表す項となっています。はい。で次に2問目が、簡単のためタウを無限大の場合を考える。この時電磁波により物質中に誘起される電流密度 JT が、まあ、ωP っていうのちょっと書いてなかったんですけど、まあなんかプラズマ振動数ってですね、m イプシロン分の E の事情で定義される各振動数を用いて、まあ、このように J が表されることを示す問題なんですけど、まあ、まずはこの運動方程式がこの部分がなくなりますので、このようになって、でちょっと飛ばしたんですけど、この XT っていうのを代入しますと T で2回微分してますので、ここの部分についてはマイナスオメガの事情、ここについてはそのままで、ここについては E を代入してエクスポネーシャルを排除して計算すると、ラージ X オメガっていうのはこのような式になる。よって、まあ、スモール XT っていうのは、まあ、このラージオメガ、すみません、ラージ X にこのエクスポネーシャルマイナス i オメガ T をかけたものとなると。よって、電流密度 J っていうのはこのように書くことができますので、まあ、つまり X ドット、X を1回微分すればいいってことで i オメガが出てきてこのような式になる。で、このオメガ P ですね、これによってまとめるとこのような式になると思います。で3番は問2の式に、電流密度の式なんですけど、これとマクセル方程式を利用して問2の状況での物質の屈折率をωP を含む形で表せってことで、まずはこのように N が与えられたんですけど、求めるべきなものとしてはこのイプシのオメガとミューオメガ、つまり物質の誘電率および統一率ってことになりますので、まずはイプシロンオメガについて求めますと、分極 P を用いてポンポンポンと計算するとこのような式になると。で、まあ、ちょっとごちゃごちゃで書いてしまったんですけど、マイナスの E2 乗 NE の M のここの部分を解と置いてやりますと、イプシロン0を忘れましたね。イプシロン0を解と置いてやりますと、ちょっとイプシロン0を分母にかけて分子についつま合わせで書きますと、ここを書いておきますとこのような式になると思いますと。でこの時電速密度っていうのはこのように電気感受率解を用いてこのように書きますね。でここの部分が物質中の誘電率となっていると。で同様に透磁率についても解 M を用いて、まあ、つまり磁気感受率を用いてこのように書けるということで、まあ、まずは N についてはこの2つを代入するとこのような式になりまして、でこの磁気感受率の方を無視しますと、まあ、このような式になると思います。まあ、金属じゃないの、まあ、鉄とかのまあ磁石につく物質の場合だったらちょっとここは無視できないんですけど、無視するとこのような式になりますということで、で、じゃあ流れで問4もやるんですけど、問3で得られた結果のうちに、オメガがオメガ0よりちっちゃい場合、この領域での振る舞いに関する身の回りの物質、物理現象を1つ挙げ、その現象を物理的に説明せよということで、まずマクセール方程式ですね。この2つのマクセール方程式を用いて物質中の波動方程式を求めますとこのような式になります。まあ、これのローテーションを取ってここを代入するとこのような式になると思うんですけど、そうするとまあここの部分が速さに対応すると思いますの で高速っていうのはまあ今回ちょっと証明しないんですけど、イプシロンミュー0分の1となりますので、つまりこの屈折率っていうのは、まあ、物質中の速さは例えばこの逆数を V としますと C 分の V となりますね。ということで物質中と真空中では、電磁波の速度が異なるってことになります。まあ、もっと言えば電磁波の速度っていうのが真空中を進む電磁波よりも
物質中の電磁波の速度は物質真空中の電磁波よりもちっちゃいってことを示しますと。でまた、物理現象を1つ上げってことですので、まあ、屈折率が今回ここの部分が、オメガ事情がちっちゃいってことになりますので、ここの感受率の部分は負になるってことですので、全体としてはマイナスを付け足して正になりまして、そうするとまあ要は屈折率は実数になりますので、物質と真空の表面の電磁波の反射と屈折が起こることになります。で問い5っていうのが、次にオメガ0イコール0かつタウが無限大であるような物質を考える。この物質を真空中に置き、オメガ P よりもちっちゃい核振動数オメガの電磁波を物質に垂直入射させる。この時の反射率を3番の結果を使って求めよったことになりますが、まずは屈折率っていうのはこのような式になりますと。でこの時この条件からここの部分が1より大きくなりますので、このルートの中身がマイナスとなる。よって屈折率が今度は準虚数となりますので、また電気感受率ってのはマイナス1となりますので、また電気感受率ってのはマイナス1よりもちっちゃくなるってことになりますので、ということで電磁波と逆位相の分極が発生することになりますと。よって物質内部には電磁波が入り込めないってことになりますので、反射率っていうのは、まあ、全反射になるってことですので、反射率は1になります。ということで、まあ、6番に対してはということを考えている光学的性質に関する身の回りの物理現象を1つ挙げ、その現象を物理的に説明するってことなので、まあ、要は全反射の話なんですけど、例えば金属の表面とかだったら金属光沢を示すと思うんですけど、それはなぜかと言いますと、金属中に全く電磁波が入り込めずに全反射するってことからそうなりますということになります。はい、今回は以上になります。